Thank you.
しくも懐かしい景色であるな。そうだな、シロと初めて会ったのも初めて一緒に戦ったのもこの場所だな。へえ、シロさんってこんなところに住んでたんですか。まあ大まかに言うとそういうことになるか。クソ神に似合いのボロ部屋だな。どこかの下着女が散々暴れてくれたおかげでな。ようやくここを通れるの。
だか同じような、というか同じ場所に来ているような気がします。どういうことだ。どうやら閉じ込められたようだな。抜け出せる手段がどこかにあるはずだ。本当の声は誰に問う。本当の姿を誰に見せる。我が問いに答えよ。小鳥さんが喋ってますよ。我は問う。人がなぜ世界からいなくなったのか。なんだそれは。待て、これは合言葉だ。合言葉。いわばこの城に入るための呪文だ。確かど本当の声。本当我は人がなぜ我が。我は答え。我は人はその命。どうやら本当本は人はが我は答える。よかろう。そのもの城へのたどうやら先に進めるようだな。ランジラは村の双子。デボルさん、ポポルさん、どうしてこんなところに。村に戻る気はないか。ここはとても危険よ。入ったところでヨナが戻ってくるかどうかも。いかにしてここに来た。質問しているのは私たちよ。俺たちは先に進む。ヨナを助けるために。そうか、なら仕方ないね。仕方ないわね。君とは戦いたくなかったよ。本当に戦いたくなかった。どうして？なぜなんだ？デボルさん、これは最初から決められていた運命なんだ。でもできればあなたとは戦いたくなかった。それは本当。あと100年、次の世代にしたかった。何を言っているんだ。こやつらは魔物か。いや違うようだ。嘘だ嘘だ。ポポルさんたちが。そんなわけない。正直ここまで成長してるとは思っていなかったよ。なぜだ。なぜお前たちが邪魔をする。シロの城、裏切りの輩よ。お前に詰問される筋合いはないよ。
コピーされた。封印されし言葉、使えるのか。それはもともと私たちの力だからな。あなたはそれを分け与えられたに過ぎない。シロさん、大丈夫ですか？どうしてなんだ、デボルさん、ポポルさん。なぜ魔物の味方なんかするんだ。どうして。全ての謎の答えは魔王の御心にある。魔王の仲間なのか。ずっと仲間だったのか。答えはあなたが探してちょうだい。己の真実と向き合うために。魔王の城へ入りなさい。デボルさんとポポルさんが無茶してくれるぜ。シロ、大丈夫か。おかしいぞ、我の最大の武器であるはずの口が回らなくなった。シロさん、多様な目をするでない。心配、はい、無用だ。大丈夫。